エスティマはトヨタを代表するミニバンのビュックネームですが、2019年に生産を終了し、現在はラインナップから姿を消しています。しかし、私は良いニュースを得たトヨタエスティマ電機は2024年にデビューするかもしれません。アルファとノアシリーズは圧倒的な存在感を持ち、トヨタのミニバン戦略はしっかりしているが、多くのユーザーは個人主義のエスティマの復帰を望んでいる。 エスティマ復活の説を改めて聞いた。これがどこまで進んでいるのかはわからないが、新しい EV プラットフォームである E-TUN a を採用するミニバンを計画しており、次のエスティマになると言われている。そうですね。エスティマは EV で復活します。まだデザインの目撃情報はなく、期待できるだけだが、エスティマといえば未来がキーワードの車だったので、次のモデルはそこにこだわっているはずだ。 薄型で大容量のバッテリーパックを床の下に平らに配置する E トゥンガの特徴は固定部と可変部を決定することにより複数のバリエーションに対応できる小床下の駆動バッテリーは自由に長さを変えることができるため三列シート車にも使用でき駆動モーターの配置に応じて FFRR4WD を適切に使用できます。トヨタは2025年までに 世界で15モデルの EV を導入すると発表し、そのうち7モデルがビジーシリーズになると発表した。次のエスティマはこれらのいずれかとして表示されます。